のほほん介護士のつぶやき、始まり始まり。今日の話は利用者さんの気力がっていう話。コロナだからさ、利用者さんも家族に会えなくて寂しいし、つまらなそう。利用者さんの生きる気力でさえも少しずつ奪われていってるんじゃないかと思う今日この頃です。本当に悲しいね。ビデオ通話を利用しての面会もできるところもあるだろうけど、問題は耳が遠かったり目が見えにくかったり、認識してもらえなくて話が噛み合わなかったり、そうなるとやっぱり職員が一人必要なわけで、タブレット渡してじゃあお願いしますって分けていかないもんね。ビニールシート越しにあったり、ベランダ越しにあったり、いろいろ工夫を凝らしてももちろん会えないよ。会えた方が嬉しいだろうけど、なんだかその光景すら寂しく思えるのは私だけかな。早く手を触りながら顔を近づけてお話ができる日が来ますように。早く一緒に美味しいコーヒーが飲める日が来ますように。そして日々の生活にまで気を使って気がつかない間にピリピリしているスタッフの心の荷が下ろせますように、っていう介護士さんのつぶやきでした。のほほん動画ただいま27本、よかったら見に来てくださいね。ちょっと気持ちが休めるなって思える絵なのかお話なのかわからないけれども、提供できたら本当に嬉しいなと思います。雨が止んだ後は良い時が訪れる。フランス人が落ち込んでる人に捧げるフレーズです。イラストはノイノイマジック。それでは皆さん、また